策がなり、連合軍の陣容は厚みを増した。さらに新たな腕輪も獲得する。人間はアレスラ神に一矢報いた形となった。だが喜びに沸く連合軍陣営に再び旧報が飛び込む。新たに異界に現れた英雄がダッキに襲われているという。ダッキはアレスたちと組んでいるのか、彼女の真の狙いとは。さまざまな疑問を抱えながらも連合軍は英雄の救援に向かった。本意ではないとはいえ、皆に槍を向けたことは許されない。これからはこの部で役に立たねば。趙雲殿はどこまでも誠実なのだな。それに戦場では熱い闘志を見せる。光明神アポロンが気に入るのもうなずけるよ。趙雲殿と一緒に戦えてとっても心強いです。相手がダッキだって神様だって怖くありません。二人とも過分な賛辞だが嬉しく思う。いざ竜となって戦場を駆けん。襲われているというのはあのお二人ですよね。大変、すっかり囲まれてます。一刻の猶予もならないから急ぎ大輝の手から救い出そう。邪魔なのよ。ほーら来た、出しゃばり勇者さんのお出ましよ。じゃあ紹介さん、よろしくね。全員打ちのめせばいいのだろう。失敗しようがない。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。貴様らどっちから食らってやろうか。どうにも相手が悪い。俺の軍略人間以外にも通じるか。こいつら何者だ。しかもここは一体。救援とはありがたい。まさに地獄で仏ですよ。待て、父上の邪魔はさせぬ。来い、鬼神の娘が相手になろう。私だって軍神の娘、当たって砕けます。出番ね。はっ、さあ邪魔なの。援護します。耐えられる。こいつら強すぎだ。邪魔なのよ。ここは引く。二人とも無事で何より。さあ我らと共に。いや、まだ長政様とお市様が戦っておられる。お救いせねば。なんと他にも襲われている者がいるのか。急ごう。イチ、大丈夫か。敵はそれがしに任せて後ろへ。いいえ、イチは長政様の妻、共に戦います。長政様、お市様、そっちなんだ。高虎、来てくれたのか。そなたのような忠心を持って、それがしは家宝者だ。感謝します、高虎。あなたこそ浅井家の宝です。無能な人間ほど安い餌に釣られるものだ。今だ、全軍で包囲せよ。ようやく我らの出番ですな。罠にかかった敵を揉んでくれましょうぞ。敵将討ち取った。あれ、もしかして囲まれちゃったみたい。罠にはまるとは。力を合わせ突破するぞ。男前よ。
いつもにご一緒しておっせ。嬉しいお誘いだがお断りする。私は自由に散歩をするのが好きなのね。相手は名高き陰陽師。今さら臆しても始まらん。攻め行こう。自慢の術で私のギター愛をお試しあれ。陰陽師って愛を試す。なかなか難しいことを言うね。デリシー。奇跡になりそう。あなたの空気、お見事です。これまで厳しい鍛錬をしてきたのでしょう。厳しい、と思ったことはない。私には、どうしても叶えたい願いがあったから。長い末を与え、仲間と力を奪われた。その辛さに比べれば、ペルセウスとの痛いらしいお人やわ。綺麗なお顔もっとよく見せておくれやす。寄るな、触るな。責任を果たしましょう。嫌な記憶が蘇りそうな。この感じは。いいです。無駄な抵抗を。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。お兄様、ご無事だったのですね。あの、何が起こっているのです。ここは一体。うつろなりとも覚えておろう。妖魔がばっこする。これぞ地獄よ。そういえばこの風の匂い、どこか。帰ろう。邪魔なのよね。邪魔なのよね。伏兵が全部やられたか。クソ、どけどけ。逃がすか。彼は私に任せてくれ。趙雲殿たちは呂布と奪機を頼む。承知した。やだやだ、信じられない。紹介さん逃げちゃうの。呂布さん、こうなったら思いっきり暴れちゃって。あの人たちみんなぺちゃんこにしていいわ。言われなくて一人残らず蹴散らしてやる。長政殿、あなたの部はまっすぐですね。そなたのやりこそ勇ましく迷いがない。我らが力を合わせればどんな敵でも貫けよう。よくぞ務めを果たした。さらに励め。ペルセウス殿、一人で大丈夫かも。邪魔なのよね。俺の負けだ。こんな形状の建物は見たことがない。どういう構造になっている。高虎、今は戦の最中。よそ見をしてはなりません。お市様、お恥ずかしいところをより一層奮戦しお役に立ってみせます。共に強じよう。お待たせよ。協力戦。しかしここはどこなのだ。妙な姿の将兵ばかり。案ずるな、高虎。懸命に戦えば元の世界に戻れる。以前はそうだった。いや、こんなことは初めてだ。それがしの方こそ混乱しているようだ。兄上、お見事。それがしも続きます。どうも引っかかる。今一つ敵に勢いがなかった気がするんだ。そう言われてみれば、なんだか皆さん非力ですよ。あんたに比べりゃみんな非力でしょうが、まあ気有なせいですよね。来い、俺を楽しませてみろ。耐えられる。邪魔なの。真の三国武装みたいですね。まさにそう。失礼しました。それにしてもこの地は蒸すんだ。こんな時こそ手拭いが役に立つ。うつ
こまでか。うっそー、リョウさんまで負けちゃったの。いや、もうダメかも。ダッキー、お前を守る者はもういない。覚悟せよ。追い詰めたぞ。観念してもらおう。追い詰められたのはどちらだろうな。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。共に強じよう。そうそうそう。我がコンボのサビにしてくれるわ。ここまで来ちゃったの。そんなに私と遊びたいならちょっとだけよ。まあ、お見事ですな。気概を見せる。私が負けるなんて、もう許して。撫で切りぞ。なんて言うと思った。残念でした。私の本当の狙いはベルセウスさんよ。共に強じよう。そうそう。すまぬな、おとなしくしてもらう。はめられたか。これもお役目。悪く思わないでくれよ。紹介さん、名演技だったわよ。さて、目的も果たしたことだし。はい、撤収。ペルセウス殿、守れなかったか。ペルセウスがダッキにさらわれたとは、もしやあのアテナという女神の差し金だろうか。よくわからないんです。どうしてペルセウス殿がいきなり狙われたのか。けっ、みすみす仲間を奪われるとは情けない。何としても救い出さねば。そうだな、ダッキの目撃情報を集め、ペルセウスを奪還する計画を立てよう。すまない、我らのせいで大事な仲間が危険な目に。お役に立てず申し訳ございません。いやいや、おことたちのせいじゃないよ。左近も久しぶりに会えたっていうのにごたごたしててすまないね。いえ、俺の軍略発揮できそうな状況で何よりです。これからお世話になる分ぐらいは働きますよ。皆のため戦い続ける。愛する人のために。俺の軍略披露しましょう。己の道を行くだけだ。ここをやっと会えて嬉しいわ、四天王寺さん。ダッキみんなを戦わせた甲斐があったみたい。今よ、リョフさん。もうすぐ会えるわね、オロチ様。調べてみたが、オロチの体はすでに消滅している。さすがにこの世界に招かれぬはずだ。ダッキは一体何を狙っている。消えた存在を蘇らせる術でもあるのかな。ペルセウスに聞いてみようと思ったのに、どこへ行ったの。
ペルセウス殿はダッキンにさらわれました。探していますが、行方はまだ分かっていません。もちろん目的も。メギツネ、またしても悪知恵を働かせているか。ダッキとペルセウスの行方も気になるが、一つ妙な歪み方をしている場所がある。近くそこから新たな英雄が現れるかもしれん。アレスたちもそういうのは感じ取れる。先に見つけられたらそっちの仲間になっちゃうかもよ。なんと、情報感謝する。急いで向かおう。